はい、どうも、ビーモレルです。はい、どうも、頭のおかしいオリックスファンです。さあ、本日、なんともうあの悪魔軍団、千葉ロッテマリーズになんとカード先取ったぞ。今日の試合は痺れだよ。いや、まずね、ロッテにまあ先制されるわけですよ。うん、えっちゃんに。うん、えっちゃんことエチバリア選手にね、先制2点タイムリー打たれて、うわぁ、また新たに天敵オールスター追加かと。もうどんだけロッテに天敵オールスター増やすねんって勘弁してくると思ったところなんですけど。2回の裏スティーブン・モーヤ選手がもうすごい、もうライト上段、もう上段の、もう、5階席のさらに上の方に、ソロホームランをぶち壊したスティーブン。そして次の回には、ムーディーム選手がでっかいでっかい同点タイムリーツーベース、ムーディーでかいぞ。これ福田選手、ムーディー選手の2人で点取りました。これの 1,2 番がまたもう最近いい働きをしてくれるんですよね。福田選手が粘ってルイに出て、そしてチャンスに強いムーディー選手が決めると、本当に今打ってたらいいな、逆ってたらいいな。さあ、これで同点。さあ、あとは今日の主役は誰かなと。もう最近オリックス主役バーンと打ってバーンと決めますからね。うん。さあ今日は誰なのかと。さあ4回裏早くも主役降臨かと。さあ今日この男はスタメンだ。ヘイティーヘイティー岡田選手から、天敵オールスターで二木浩太選手から勝ち越しのツーランホームラン、ヘイティー。はい、今日の試合決まりました。二木選手から4点も取れるなんかもう勝ったと言っても過言ではない。もう逆にもうこれ、ここで T 選手がヒーローにならなかったら誰がなるねんと。これはもう T 選手がヒーローインタビューで、またあの控えめな、あの可愛らしい、ね、穏やかなインタビューをする日なんですよ、今日は。ね、もうそういう見筋書きが出来上がったわけですよ、今日。道は開けたはずだったんです。その直後、5回の表、アリス。広瀬アリス、マーティン選手に同点のツーランホームランを打たれました。の動画でね、もうホームランを打たれなければこっちの勝ちやと、僕が勝手にルールを作りました。本当に勝手に。うん。ただこのね、一ファンが作ったもうとんでもない、もうガバガバ理論ルールをね、それをさらに超越してくると、うん、もう意地でもオリックスを任しにかかってくると、うん、同点ツーランホームラン勘弁してくれよ、ね、発狂してましたね。うん、5回の表は。ただマーティンさんよ、今のオリックスはマジで違うねんって。確かにね、 T 岡田選手が今日ヒーローの流れをね、確かにマーティン選手がぶっ壊したかもしれない。ただ今のオリックスにはもうな、オールスターズもうズーなんです、複数形なんです。もうヒーローはいくらでもいるんです。広瀬アリスさんよ、今日はヒロインになりませんでしたね、主役になりませんでしたね。助演女優賞おめでとうございますと、主役はオリエ !6 回の裏、またしてもスティーブン・ボーヤ選手が次はライトライナーでぶち込む、勝ち越したソロホームラン、スティーブン。スティーブン今日2発、これ紛れもなくヒーロー。さあ、スティーブン・ボーヤ選手、先週ね、東京ドームでブライアント2世東京ドームのスピーカーぶっ壊すことを期待したわけですけども、いや、1週間越しにやってくれたよ、大阪で。ね、今日の一発目のホームランなんか、あんなもう東京ドームやったらスピーカーぶっ壊しますよ。いや、もう天井突き破ってますよ。そのレベルのでっかいホームラン。そして、ライナーでももう一直線ぶち込むと。これはやっぱりブライアントやと。そして先発の宮城選手、本日4失点してピリッとしなかったわけですけども、中継ぎが今日は踏ん張ってくれました。富山選手も良かった。比嘉選手も勝ち投手。そして、能見さんがね、フル三振で取られた鳥谷選手を3球三振に抑えてくびれる勝負でした。そして9回、もうオリックスのお家芸。劇場型9回。これはまた、ヘイケー選手が、ランナーを2人食べて降板。そして、村西選手が、これまた危なくなくね、最後押せてくれるわけです。そして、最後センターフライ取ったのが、シュッチェルシュータ選手が、センターフライを、キャッチして、オリックス勝利。うん、最後9回1点取られましたけど、紅林選手の犠牲フライが大きかったんですよ、あれ。勝ち越したけど、そっからさらにチャンスがあれば、また点を取っていく。得点供与しないと。で、その、今日出て犠牲フライが、その1点が結果的に勝ちにすごい大きく繋がってるわけですよ。
これ強いチームの戦い方ちゃう、マジで。いや、冗談抜きで。あ、5割チャレンジまた復帰しましたよ。明日ロッテに勝てば、また5割。そして明日山本由伸選手。最近天文学的な確率で負けまくってるわけですけども、うん、さすがにそんなね、あのレベルのピッチャーが3連敗ですか、次負けたら。そんなことが続くはずはないんで、まあ明日の勝率は実質、うん、20割ぐらいあるでしょう。ロッテファンの皆さん、まあロッテが負けたからね、カリカリする気持ちはわかりますけど、まあどうか B モレルのチャンネル登録解除とかしたりせんでさ、今日は来てよ。どうせもう交流戦や。交流戦やったらもうパリーグみんな、ね、仲間や。あと1週間や。もう最後のこのパリーグの1週間ぐらい B モレルチャンネル見てよ。また来週からちょっと新しくセリーグファンの視聴者を一から開拓しなあかんねんから。ぐらいちょっとパリーグで楽しもうよ。まあ何はともあれ明日も、フル